ディニアル・ビリアレトディノフは、ロシアのサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。FK トラカイ所属。タタール人であり、ムスリムである。2004年、19歳で FC ロコモティフ・モスクワの、下部組織から昇格すると、すぐさまレギュラーに定着し、リーグ優勝に貢献。最優秀、ヤングプレイヤーに選出された。2007年シーズンは22歳ながらもキャプテンを、 務めた。2009年夏、推定900万ユーロの移籍金で、イングランドのエバートン FC へ移籍した。契約期間は2014年6月30日までの5年間。エバートンでは、在籍2年半で公式戦77試合9得点の結果を残した。2012年1月、FC スパルタクモスクワに、推定500万ユーロの移籍金で移籍した。 2015年7月24日、FC ルビン火山に移籍した。2017年9月24日、リトアニアの FK トラカイに移籍した。2005年、20歳で、ロシア代表に選出。この頃から、ドミトリロスコフ、イエゴリチトフの後継者と呼ばれるようになる。2007年11月21日、UEFA ユーロ2008予選のアンドラ戦では、 右サイドのピンポイントクロスでドミートリー・シチョフの決勝ゴールを演出。予選突破に貢献した。しかし UEFA ユーロ2008を境に怪我の影響とセルゲイセマクの代表復帰により代表での居場所を失いユーロ2008以降1年2ヶ月間出場機会がなかった。2009年9月5日のリヒテンシュタイン戦で 久々に代表での出場を果たすと、同年11月14日の 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選プレイオフ、スロベニア戦では2ゴールを挙げる活躍を見せ、勝利に貢献した。しかし、第2戦でチームはアウェーゴールの差で敗れたため、2010FIFA ワールドカップ本大会進出はならなかった。UEFA ユーロ2012予選では5試合に、 出場したが、途中出場がメインだった。この頃からエバートンでの出場機会が減少し始め、UEFA ユーロ2012出場を見据えて、スパルタクモスクワ移籍したが不調を引きずり、本大会に出場するメンバー23人は愚か、バックアップメンバーからも落選した。ファビオ・カペロ監督に代わってからは招集されなく、なっている。ありがとうございます。